卵サンドさん、会いたいギフトありがとうございます。ミキヤ君、流れ星ありがとうございます。ヤスルパンさんも会いたい、ありがとうございます。ドラちゃん見てた？マジ今日なのか。タイピーエンさん、クマありがとうございます。ウドムさん、会いたいギフトありがとうございます。会いたいギフトありがとうございます。明日会えるね。明日はお話し会です。こんばんは。今日しんちゃんもう終わる。でももう終わるよね。今おとなしで見ようかな。くにさん、尊いありがとうございます。私は大掃除の途中です。大掃除の一休憩なう。暑いよね。32度あったよさっき。部屋やばくない？晩ご飯作る、素晴らしい。しんちゃん見たいけど、リモコン。ゴルフ行ってかき氷食べて帰宅しました。いい休日ですね。今日めっちゃ汗かいたもん。めっちゃ、え、しんちゃんも終わった？じゃあ何も終わった？もう何もない？終わったか。一足遅かったか。じゃあコナンくん見るわ。なんか暑すぎたらさ、何もやる気出ないしさ、なんか分からんけどね、気分上がらないし、イライラしてくるし。緊張してうまく喋れない？いけるよ、楽しもうよ。こんばんは。コナンくん休み？ね、暑すぎてもうバッドです。バッド。バッドモードです。やすみパンさん、かわいいギフトありがとうございます。バッドモード。こんにちは。32度だよ私の部屋。さっき、今は27。めでたいさん、短冊ありがとうございます。明日七夕ですね。
なんかかけてる、化粧水かけた、化粧水です。すっぴんすぎるかなと思って。うどむさん、短冊ありがとうございます。え、冷房つけんとやばくない？暑すぎたよ。やばみやばみ。ガンガンですよ、クーラーも。ガンガン、扇風機もつけてた。暑かったから32やったけんさ、冷房と扇風機を思いっきり回して。エアコンのリモコンが壊れた？え、電池問題じゃなくて？やばいじゃん。ファンデーションもうないんかな、これ。ファンデーションもうない。クッションファンデのクッションで塗るやつ。まあ男性にはわからないだろうから。こんばんは。雷雨？これ洗わないクッション、これ洗ったらやばいよ。クッションファンデ、クッションファンデってこうなってるんですよ。こうやってなってて、これにスポンジとかでこうやってして、こうやって塗るんですけど、こうやってね、こうやってして、あのハンコの、ハンコのあれみたいな感じ、印鑑の。だけどもう電源さ、電からもうここを使っちゃうっていう胸行きに。そう、ハンコみたいな感じにね、こうハンコの台ですよ、いわゆる。でももったいないんでね、最後まで使おうというね。もうつかんって言って捨てたらさ、あれじゃん。だからこの最後まで、そう、使う。こうやって下出てくるじゃん。これはでも本来は、ここも取っちゃうからね、私。ここも、ここも取っちゃいます。これで捨てれる。これだけ使ったら捨てれるでしょ。お昼食べ忘れてた？そんなことある？お腹空かないの？そう、ピンとこなかった。でもやってる人多そうだけどね。クッションファンデこうやって使うんですよ、こうやって。でもインク出ないから、ハンコみたいな感じで、ハンコのあれですよ。こっち取っちゃうっていう。わっ、お昼ご飯2回あるある、胸ゆきいけあるある。二日酔いってことで、さいならします。さいなら。捨てました。おやつ食べた？何？あ、メロンゼリー食べなきゃ。今日メロンの日だもんね。
果実 100% のメロンゼリーがあるんですよ。さよなら。うドーナツ探してます？丸亀行ったらあるじゃん。タイピーゲンさん、牛ありがとうございます。メロンソーダ、おはようのメロンはあれしゅうちゃんですよ。しゅうちゃん給食の時七夕ゼリー出てた。星のゼリーが入ったゼリー。丸亀製麺あるじゃろってドライブしてます。愛媛はあんまりないよ。でも丸亀後ろのフルーツピザ張り紙もしかして。後ろ終着。メイクポーチこれに入れ替えようかな。コンパクトメイクポーチ最近もらったやつ。ミニマリストになりたいんだよねと大物リストが言ってます。入れ替えようかな。しゅうちゃん、大物リストゆきりか。ミニマリスト、ミニマム。こんにちは。コンパクトメイクポーチにする。終わって帰宅なう。お疲れ。土曜日も新品だっけこっちが新品か。新品だけ取っておいて。古い方は捨てよう。これ古い方か。捨てよう。さよなら。もうミニマリストなんでね、断捨離していきますよ。ネイルも使わんかな。ネイル一応置いとこう。さよならさよなら。えい。ハサミ。いや、私はもう掃除すると決めたので。はい、掃除しながらメイクポーチを入れ替えてます。じゃあね。メイクポーチ小さかったら探しづらいよね。まあいいか。
なんか探しづらい感すごい増したけど、まあいいか。カバンにいっぱい入る方がいいよね。爪切りなんかも持ってます。えらい。メイクポーチ全部出した。これ捨てようかな。自分で買ったやつだし。有料だもんね。可愛いけど。ナイスクラップ。ミニオンは置いとこう。これ弟とお揃いなんでね。ミニオンは置いといて、え、さよならしようかな。ミニマリストへの第一歩だよね。可愛いけど捨てようかな。今までありがとうを込めて約半年、約4ヶ月ぐらい使いました。さよなら、さよなら私のメイクポーチ。そう、半年ぐらい、4ヶ月ぐらいかな。でもさよならします。えらい、ミニマリスト。えらい、断捨離、断捨離への第一歩。ずっと使ってはない。4ヶ月ぐらい使ってたメイクポーチを捨てました。え、売れないよ、使用済みだもん。ユキリカの使用済みメイクポーチです。なんかユニバに行ったら弟にね、いつもミニオンを買ってくるっていうね。私3回ぐらい買ったんですけど、高校生の時はカバンにつけてくれてて、ミニオンも私があげた。可愛いじゃん。そっから可愛いと思って定期的に。お土産でマスコットあげたらカバンにつけてくれるんですよ、リュックとかに。メイクポーチは汚れるから。そう、汚れるからね。そうだね、入れ替え大事だよね。そんなんつけるよってそう、つけてくれるから。しかもミニオンのペンケースも高校生間使ってくれてたし、与えたものを使ってくれるんでね。財布も私が与えたやつだし。あ、でも狭い県探しづらいな。まあ仕方ないか。前の平べったかった県さ、一瞬で探したんよ。やっぱ狭いところだよね。外すようになったら彼女ができた際に。え？できないですよ、弟。ね、でもこれ必要最低限まで減らしてこれなんですよ。アイシャドウの蓋がない、蓋じゃないわ。必要最低限でこれ。え、でも結構少ないと思うんだけど。ほら。少ないと思うよ。全部一個ずつしか持ってない。お姉ちゃん的には弟は恋人ありですよ。あり。むしろもう本当にね、連れてきてって感じですけど、ないです。
にちは。無印のメイクポーチ。へえ。まあ何でもいい人間なんですよ、メイクポーチ。大きさ。服部さん、ジュースありがとうございます。これ今日のお茶だっけ？今日のお茶か。今日だ。同じお茶を買うからさ、あれ？ってなる。いつも。あれ？毎日同じお茶を買ってるとさ、あれ？これ今日のやっけ？あれ？昨日のやっけ？ってなる。さっき買ったやつだ。まだ濡れてるから。ルイボスティー派です。皆さんは何ティー派ですか？でも夏は麦茶が美味しいよね。ジャスミン。麦ビール。まあ夏のビール美味しそうよね。冷えたビール。キンキンに冷えた夏のビール絶対美味しいよね。さすが大酒飲みて。私ビールは飲めないから。ビールは飲まない。ビールハマったら太りそう。そう、炭酸苦手なんでハイボールが好きです。ハイボール。こんにちは。こんにちは。なんかアイライン変じゃない？太い。まあいいか。
ビールにハマってこうなったわけではありません。何が原因ですか。確かにビール飲んでない人の方がビール私のお父さんもビール好きだけど太ってないしな。昨日めちゃくちゃ飲んでた大ジョッキ。ビール飲んでない人が。周りが食べさせてくる。周りのせいにしちゃうんだ。こんばんは。あれ、串がない。でもぽっちゃりしてる人はマジで食べる量が本当に多いんだよね。だから実家帰ったらお母さんと同じ量食べれないもん。ご飯食べて次じゃあフルスイーツ行こう、デザート行こう、パン食べる、ご飯食べた後にパン食べるとか言ってくるから、下についたね、食べる量が、パン食べる、ご飯食べ終わった後に、ご飯食べた後にパン食べる、パン食べたら次はフルーツ食べるって、フルーツ食べた後はお菓子あるよって、とりあえずこれ食べるって、そんな感じ。食べて食べて食べて、別腹。同じ親。昨日はご飯食べに行きながら行きしにアメリカンドッグ買って食べてた。ご飯食べに行きしに。これからご飯食べに行くのにご飯なんか食べながら行くっていう。そう、前菜アメリカンドッグ前菜。そう、弟はおにぎり食べてた。おにぎりが前菜。ご飯行く前の。リカちゃんが今のスタイルでよかった。でも将来絶対太るよ、母からも言われてる。将来絶対切り抜いたら太るからって、家計的に。将来ぽっちゃりだわ。やだーって誰が言ってんねん。どの腹が言ってんねん。
大丈夫です。もう鼻がいってんだ。こんばんは。たくさん食べるのかわいい。たくさんか。ぽっちゃりでもおもろいからモテそう。おもろいぽっちゃり目指さんといかんね。おもろいぽっちゃり、明るいぽっちゃり、こんばんは。体型を維持できると思います。本当だ、将来絶対太るよ。ばあちゃんもぽよんだし、お母さんもぽよんだし、お父さんは間違うけど、じいちゃんもぽよん。でもお母さんって太っとった方が安心感めっちゃあるくない？太ってるお母さんめっちゃ安心感あるよ。暑いです。そうだねって、強そう。安心感あるよね。だから太っ、膝が心配。太ったら膝悪くなる。女の子は父親に似る。病院のね、太ってる方が安心感あるよね。分からんけど、美容師さんとかも別に痩せていいけどさ、なんか安心感ある。落ち着く。このチーカーを収納しなきゃいけないんだよね。溜まったチーカーは。アイドルもありだと思います。ぽっちゃりか。今日もみんなでぽっちゃりか、りかですって。ぽっちゃりかでーす。かゆっ。安心感をお届けします。やらなきゃ。ぽっちゃ枠埋まってますって。ひどい。
なんか抜けちゃうね、これやっぱ抜けてるわ、なんかところどころなんかやけにあるなと思ったら抜けてる、落ちてるわ、はい、入れてたやつが抜けてる、穴開きになってる、シャチホコ、まあいっか、とりあえず入れたらいいか、なんか穴見て、ほらここ開いてる、ほら見て落ちてるわ、とりあえず全部ファイリングする、あとこんだけ余ってるのでここ入れたら新しいファイルを開けます。そう、ご当地ちいかわ、もう剣関係なしに行きます、シャチホコ、伊勢エビ、伊勢エビ、たまに最新の地図いただけますかって、そうやね、どんぐらいの頻度で送ろうかな、お当地ちいかわ2巻、愛媛のみかんだ、これが抜け落ちたやつかな、愛媛のみかんあったよね、ここかな、よいしょ、うどんぶさん、おすしかかたん、ありがとうございます。続いてエアコン効くところになりましたって、そう、まああのソファーを、あのタイピーエンさん、おせちかかたん、ありがとうございます。ソファーあれさよならするんで、ちょっと今あの断捨離の途中なの、今は大掃除の途中。ミニマロンさん、ジュースありがとうございます。でも捨てないよ、実家に持って、実家で使うらしい、本当かな、プリマ実家にみたいな感じです。そう、実家の、そう、はやぶさ、犬はめっちゃ反対された、父さん犬嫌いなんかな、絶対飼うなって言われた、今日も犬なんか絶対許さんよ、え、そう、ソファーはもう、あ、実家に帰ったらあるよ、だから実家に帰ったらあのソファーから配信できる、逆に実家のどこに置くんだろう、わかんないけど、あれ3人掛けの L 字型ソファーだから結構でかいやつなんですよ、だから実家のリビングとかにも置ける3人型の L 字型なんです、ちゃんと数万円したやつだから、そうそう、嬉しい、そう、実家に帰ったらあのソファーに座れます。どこにあるんやろ、そう、犬反対されたから勝手に買うけんって言っときました、勝手に買うけんねって、それでもダメなら実家帰ってこんけんって言っときました、お父さんは私に実家に帰ってきてほしいんだけど、犬ダメなら実家帰ってこんけんって言っときました、一人暮らししてやる、桜を外した、雪にかいこちゃんと仲いいよ、めちゃくちゃ、だから私に帰ってきてほしかったら犬付きってことです、犬付き、雪にか犬付きです、犬付き
になります。じゃないと帰らないよ。犬付き物件です。短冊ありがとうございます。犬付きなつき足りた。ちいかわ収納足りた。しかもなんか手際良くなってる気する。15個入れた今この短時間で。めっちゃ手際良くない？じゃーん。入れた、全部入れれた。テレレン、テレレン、テレレン。そう、表も向き揃えてるよ、ほら。プロくない？いけたいけた。足りたわ。この箱有効活用してるっていうのも。結構増えた。お父さん犬飼い始めたら溺愛しそうね。絶対そうなるよ。だから嫌なんかな。大変なんよってめっちゃ言ってました。お父さん昔飼ってたから。そう、そんな簡単じゃないよってめっちゃ言われる。まあそれは知って言ってるんで。ちいかわ、ご当地ちいかわ業者完成。服部さん短冊ありがとうございます。犬でも犬って結構生きるよね。父さんがボケるまで生きるんじゃない？だからお別れが寂しいとか。こんばんは。15年か。短冊になって書いてあるのか分かりません。え、なんか書いてる？ほんとや。なんて書いてんかな。いや書いてないんじゃない？ふにゃふにゃって書いてない。ご当地チーカーのおかげでプレゼントのハードルが下がって助かってます。逆に三木屋くん、やするぱんさん、ベホーギョナさんありがとうございます。ふにゃふにゃって書いてるだけじゃない？ごまかし？ね、そんな気する。何も書いてないでしょ。書いてない。縦線だわ。書いてないじゃねえかよ。書いてなかった。頑張ってみたのに。タイピエンさんありがとうございます。なんか書いてくれててもいいじゃんね。推しが輝けますようにみたいな。プレゼント後藤ちいかは楽しいよね。普通に旅行行った時に集めるの。これに送りやすい。かわいいよね。こんばんは。え、
探してないの見つけた時めっちゃ嬉しくない？持ってないやつだーって。じゃん、鼻むずむずしてきた。スイカ、これはイモースでゲットしたやつです。お仕事でゲームした UFO キャッチャーしたやつ。かなうちゃんがメロンです。私スイカ。かなうちゃんとお揃い。そう、 UFO キャッチャー企画で撮ったやつ、イエーイ。ただです。そう、番組のお金です。これまだあるよ、他にも撮ったもの見たい。でもさ、ネタバレになるよね。かなうちゃんが雪人と話してよかったって言ってた。そう、めっちゃ仲良くなったよきっと二人でゲームしたんだもん。実質ゲームセンターデートってことでしょ。初対面で、ほぼ初対面だったけど喋ったの。初対面ゲーセンデートみたいな。対抗はしてない。まえちゃんジュースありがとうございます。ご飯誘えそうですかって。え、誘えるよ。あともう一匹、これ。え、めっちゃでかいんよこれ。抱き枕、マジ抱き枕。画面に映せんぐらいでかいです。これもこれも、えい。そう、あれもです。あとはまだあるけど、まあそれは妹さん見てください。でも番組だからキャラクターものがダメなんですよ。だからチーカーとか狙えなくて、こういったね、サメとかスイカとか、なんか名前のないキャラクターになりました。わ、そう、本当はチーカーが欲しいけどさ、チーカーは NG なので。これフリーだった。ちいかわさんは著作権 NG なので、サメ、激デカサメとかを狙った。名前のないぬいぐるみ、クマとかサメとか。こんばんは。そう、ちいかわ、ちいかわの話もしたけど、ちいかわはダメなんですよ。こんばんは。まあちいかわむずいけんな。
でも自分のお金じゃないお金でチークワ取りたいよね。そうだからあの日一日はそう、まあ、5時ぐらいからそう集まってゲーセンで遊んでぬいぐるみも持って帰れるっていう10時頃終わった仕事いい仕事めっちゃいい仕事じゃんってスタッフさんも言ってた。ぬいぐるみ持って帰れるんでしょってぬいぐるみもらえるんでしょって。自分のお金を使わず取るちいかわが一番嬉しい。そんな場面ないけどね。それもらえるのはいいじゃんって。もらった。自分の趣味のさ UFO キャッチャーして撮って撮れたやつ持って帰るだけのお仕事めっちゃいいじゃん。超楽しかったし。こんばんは。そうこれスイカゲームのスイカ。NDU なろうかなって。でも妹さんってさ結構きつい企画やったりするじゃん。だから甘い。まあきついんかな。結構さきついことやらされるじゃんたまに。だから何されるんだろうと思ってツアーの次の日だったんですよ。2日連続ツアーした次の日の5時起きだから何やらされるんだって思って。普段からプレゼントにタラもらってるじゃんって。確かにタラのちいかわが一番嬉しい2日連続で岡山とか行ったんかな。どこやっけな忘れたけど5時起き5時起き5時起き7時起き5時起きみたいな3日間があって最後がイモースだったから何やるんだろうと思ってね。 UFO は呼びたくなかった。徳島岡山の次の日徳島も5時起きとかだったし、だから結構きつい企画来るかなって思ったんですよ。あるじゃんよく滝行とかさ寝ずに不眠耐久とか。そしたら UFO キャッチャーだったから楽しみになった。前日に聞いてやったーバンジージャンプ無理。バンジージャンプは無理なんですよ。多分普通に意識失うから別にやってもいいけど私の命がなくなっちゃうかもしれない。よく気失わんよね。もうタワーオブテラーで気が飛びかけたからそう飛んでもいいけど私がもうそう放送はできない多分絶対気を失う。タワーオブテラーで一瞬飛んだもん。一瞬飛ぶよね。一瞬飛んでまっすぐ戻ってくるんですけど一瞬飛んでそう無になるんですよ。でやばいってなって気を呼び戻して戻るんですけどマジ飛ぶんですよ。そう意識が飛ぶ。スンって落ちるやつ苦手なんですよね。ジェットコースターは嫌いだけどまだマシで下に落ちるやつが一番苦手。スンってだからバンジージャンプも無理です。え意識なくしていいんだったらまあ嫌ですけどまあ意識なくせばいいから。うん、こんばんは。
本当にでも意識はなくなりますよ。だからダランって吊るされた状態、落ちてダランってなってるやつを引き上げてもらわんといけん。こんばんは。飛行機はギリ大丈夫です。こんばんは。高いところ苦手。え、気絶してカットされたらさ、もうひどいよね。せっかく頑張ってさ飛んだのに。使ってよね、ふざけて使って、使ってください。こんばんは。プロポーズで気絶？なんで？観覧車は大丈夫です。落ちなければ大丈夫。マジ気絶しますよ。タワーオブテラーがギリですから。本当に。こんばんは。なんで生きる人とダメな人がいるのって感じだよね。なんか他のアイドルグループさんでも絶対に飛べないですって人が一人とか二人毎回いるイメージ。許される二人ぐらい。こんばんは。あ、お化けは全然いけます。お化け屋敷は全然いけるよ。こんばんは。パセリ飛ばずに終わった？パセリやった？ね、飛ばずに終わる人も何人かいる。もう飛べないから後ろからもう押してほしいんだけど。こんにちは。で一瞬で気を失って気づいたら終わってるみたいな。逃走中？逃走中は全然いけます。足遅いけど隠れる。夢でいつもしてるから。まあバンジーは無理な人は無理だよね。だから逃走中の映画あるよね。今月逃走中の映画ってなんだっていう。映画館で逃走中見るのかっていう。松山カンカン照り。ひどい。今までテレビで見せてくれてたのに映画館に行かなきゃいけないの？テレビで見せてよー。31度。私25度。クーラー入れてるんで過ごしやすい。しやすいですわ。
暑い外中部屋ネットフリで映画見れるから映画行かない。私映画館今年いっぱい行こうと思ってたけどさ、見たい映画があんまなくて今。ただのゲームかリアルで命がけになる。え、命がけになるんかな。見つかったらやられるタイプ。ゾンビみたいな。え、この夏面白そうなホラーはまあ1個しかない。中ですが暑い。クーラーは？クーラーは晴れてるよね。雷鳴ってる地域もあるんかな。さっき誰かが言ってたよね。雨？雷？あ、でも来週雨がある。木曜日。来週の木曜日。マリオは別にそんな興味ないか。東京雷？どういうこと？雷って。雨？焼肉行きたいらしいんで行ってきます。いいなぁ、私も焼肉行きたい。一瞬嵐マジ？めっちゃ天気いいんだけど。うどむさん、おせしかあたん、ありがとうございます。マジ？広島はめちゃくちゃ晴れてます。すんごい暑い。はま寿司行ってきます。行ってらっしゃい。でも私最近焼肉よく行くんだよね。でも昨日はジャンボエビフライを食べたんですよ。私の大好きな、私の大体大好きなジャンボエビフライを食べに行ったんですけど、ジャンボエビフライが届く直前に愛子の卒業発表を見たから、なんか全然美味しくなかったです。ジャンボエビフライがそっちが気になりすぎて、そうジャンボエビフライがいつもより美味しくなかった。ちょうどね届く直前に見たんですよ。見た後に届いて、見てすぐ、見た1分後くらい。卒業知らなかったですよ、もちろん。あんまりジャンボエビフライ味わえなかった。ごちそうし直してもらいましょう、愛子に。ジャンボエビフライの前にするからあんま楽しめなかったから連れて行ってよね。こんばんは。食べ直しさせたよね。こんばんは。手紙の返事わかった。ね、メンバーに話せなかった。そうなんよ。でも話してくれるか悩んだらしいよ、アイコ。最近一緒にご飯に行ったんですよ、二人で。そう、えらいおしゃれなレストランでご飯食べてた。そうそう、あれ平和公園の前ですよ。平和公園の前。そう、あの時に私が
聞いたんですよ。その時に話すか迷ったけどやめたらしい。まあ話さなくてよかった。あの時に聞いてたらくだらないとは楽しめなかったから。そう、あの時に言われてたらダメ。そう聞いたんですよ。あいこまだやめないよねって。こんばんは。失礼だわなんか。そう当たってたからちょっと失礼だな。匂わせっていうかね、なんかそう、そんな素振りが全くなかったから聞けた。え、違うんですよ。そうそう、そう感じたから聞いたんですよ。そう、アイスありがとうございます。そしたらやめないよって強く言ってくれたから私は心強くなってめっちゃ安心したんです。よかったって結構強く語ってくれたから、やめない理由を。だから、あ、いてくれるんだと思ってよかったって思ったんです。こんばんは。それは怖い。確かにめっちゃ信じたんだけど。それな、じゃあ甘やこじの卒業公演でジャンボエビフライ。確かにあんな堂々とね、まあ話せなかったっていうのもあるけど、確かにあんな堂々と私はダメだな。短冊ありがとうございます。でもそう、アンナの時もなんかそう、なんかやめそうな雰囲気感じたら聞くんですよ。だからアンナの時もユニバ前に、え、まだやめないよねって聞いたら、その時言ってくれたんですよ。アンナはなんかそういうの多い。目立ってね。そう、アンナは言ってくれた。その時こんばんは。まあずっと一緒にいるからわかるよね。なんか変わったなとか、なんか違うなとか、なんかあったかなって。そうわかるんですよ。こんばんは。アンピーのアンピー、奈良さん短冊ありがとうございます。私はまだ働きません。トリケラトプスね、なんかやりたいよね。でもまだアイコジがまだいるかもしれないじゃん。結構年内って書いてたけどさ、年内で12月まであるからさ、まだまだすぐじゃないから、多分まだ期間はあるので。アイコとのまだご飯も行くしね、まだまだ年内にはって書いてたけど、一番長くて12月31日でしょ年内って。
今6月違う7月新公演出ない。そうなんだ。誕生日にはもういない。じゃあ12月いない。え、10月か。8、9、10、3ヶ月。こんばんは。まあ3ヶ月あれば何でもできるよ。後ろのお人形もリカちゃんに見える。リカちゃんです。3ヶ月あれば何でもできるよ。トリケラトプス。こんばんは。卒業公演の MC 考えとこ。早っ。出れるかな。出れるよね。出れるか。いや新公演何なんだろう。新公演出ないって言っても10月新公演だよね。何にするんだろう。一から組むんかな。一人こんばんは。アイコジセトリかな。アンニョン。木体？逆に初心に戻っていいじゃん。トリケラトプスの配信を見てアイコジリキリカリコチを押すようになったのでって。え、もともとはそれ増えたってこと。推しがもともとユキニカリコチとかだったんでしょ。推し増えたってこと。ほら、配信で鳥ヒュートプス公演。え、3人でもトリケラトプスを押してくれてるマネージャーさんがいるんですよ。配信コラボ配信もフルで1時間半分全部見て、だからそのマネージャーさんが何か考えてくださるって言ってるから待ってる。え、でも公演は多分無理だよ普通に。だからそこまでは期待しない方がいいです。公演は無理です。公演は無理ですよ。こんばんは。アイコジノリノリだよ。グループライン動いてるもん。あの日はね、アイコジは調子が良くなかったからあんな感じになっちゃったけど。こんばんは。韓国公演。韓国公演。そう、トリケラトプスノリノリ。あの日はそう疲れてたんですよ。みんな体調悪かったじゃん、あの日。リコチの生誕の日か。でも私の生誕の時ではトリケラトプスノリノリだったから。アイコもグループラインも活動してますので。韓国ってどこでライブするんだろう。え、トリケラトプスで公演は難しいと思うよ。めちゃくちゃ3人だし全部考え、その
公演もう一個するってなったらたくさんの人が動くことになるから難しい。ダンスも、そうね、できてもユニットだね。そうだね、みんなでおしゃべり会。そうね、何かあれば。こんばんは。お腹すいたな。何食べよっかな。毎日トリケラトプスの配信のアーカイブ、そんな面白いことはしてないと思うんだけどね。トリケラトプスの配信、ただのなんか3人で盛り上がってるただの配信です。しかもまあ正確に言ったらこれトリケラトプスじゃないしね。お腹鳴った。トリケラトプス、ティラノサウルスだから、これあんまりだから深掘りされたらティラノサウルスじゃんってなっちゃうやつです。そうだからトリケラトプス、あんな配信なかなかない。まあみんながリコチのテンションに合わせたらあんな感じだね。リコチかける3みたいな。リコチのテンションについてったらなる。そう、勢いで松山に来てしまった。松山そんな暑いの？35度、やばいね。こんばんは。お腹すいた。何食べよう。家出たくない。月変わったから出前館クーポンがあるんか。出前館毎月クーポンもらえるんですよ、200円ずつ。結構でかくない？1000円頼んで200円引いてくれたら結構でかいよね、毎月200円クーポン3枚。たまには自炊しなさい。でも今日米を持って帰ったので、お米でもおかずがない。200円クーポン3枚でもっと愛用してたら5枚とかもらえるんですよ。そう、毎月ね。その前に大掃除しなきゃ。今ゴッドじゃない。月3回しか頼まん。クーポンなくなったら頼まん。月3回し、今はプラチナ。クーポンがある分しか頼まない。
出前館ランク。エアコン掃除はしてないけど、去年した。え、プラチナ？でもプラチナ結構すごい。レギュラー、ゴールド、プラチナ、ゴッド、スーパーゴッドだから結構3個目。3ヶ月で100,000万、1万円以上使ってるってことか。3ヶ月で1万円だったらまあ10回ってことやもんね。そのぐらい頼むよね。ゴッドは3ヶ月で2万5千円。え、3ヶ月で10万だよ。10万じゃないわ、1万だよ。10回、3ヶ月で10回ですよ。月3。やっぱクーポン分しか使ってないよ、ほぼ。月3クーポン来るから、月3と、まあ、クーポンなしで1回頼んだらプラチナはキープされる。3ヶ月で1万だからそんな使ってないよ。ゴッドになったら200円クーポンが4枚、その上は5枚って増えていく。10回で1万、3万じゃないです、1万、3枚ってこと。いろんな数字が混ざってる。3ヶ月の3が混ざったんか。3ヶ月で1万円使ったらプラチナ。私プラチナなんですけど、3ヶ月に1万円なのでしか使ってない。2万5千超えたらゴッドになるんですけど、だから私2万円は超えてないってことじゃん。3ヶ月で1万円ぐらいしか使ってないので、3ヶ月で10回、月3回ぐらいしか使ってないです。控えてるくない？結構月3回しかしてないよ。しかも3回は200円クーポンがあるので800円とか。ちゃんとね、無駄遣いはしてません。800円も10回ぐらい頼んでるだけです。3ヶ月で1万円しか使ってなかったら、そう、デリバリー出前館です。全然デリバリーしてないよ。何食べてるんだろう。あの、仕事がある日はお弁当が出て、仕事がない日は実家にいるから、最近あんまり何も食べ、自分では。配信で出前してほしい。新しいね、配信で出前か。ウーバーイーツ食べようの配信、じゃあまた今度しますわ。それはまた今度します。ゆきりかでもダイエットしてるんで、お弁当は持ち帰らん。生誕の日は私お弁当食べてないですからね。昼の弁当手つけず、そう、取ってないですから、自分の分すら。偉い。そう、取ってないです。まあ誰かが食べる、余ってたら。なんか太るかなと思って、まあ太ってるんだけど、一応まあ昼は抜いてみた。こんばんは。夜も多分食べてないと思う、ほとんど。最近弁当はそんな。どこのお弁当が好きって。武蔵
ムサシ、ムサシか。でも私おこわも好きですよ。おこわも好きですし、あののり弁も好きですし、でも私チキンが苦手で、よくチキン来るんですよ。多分昼チキンだったんかな。チキンは苦手で、チキン南蛮とかチキンは絶対食べない。チキンか魚って置かれてたら魚の方取る。そう、チキンありがちなんや。でも大体チキンか魚ってあるから魚取る。でもチキンと魚が置かれてあったら魚の方が人気なんですよ、メンバーに。意外じゃない？意外じゃないか。普通チキンの方が好きじゃん、人間。魚がマジで売り切れる、すぐ。魚、肉ってやったら魚が売り切れるんですよ。だから早めに取らんと。瀬戸内なんでね。アイドルらしいね。同じ数あるんですよ、大体20、20とかで、20個20個とか、20個25とか。魚が売り切れるマジで。だから魚早く取らなきゃ。意外と肉より魚の方が人気なんですよね。若い子って肉の方のお弁当を取りたいと思うけど、魚です。こんばんは。まさかな。焼き魚も好きですし、魚何でも好きだよ。お刺身も何でも。お腹空いたけど何食べたいか分かんない。夏バテかな。空腹だけど食べたいものがない。だから部屋の掃除しなきゃ。大大掃除をしているので今。梅雨の大大掃除会。目標はゴミ袋を6袋捨てることです。今3。どこ片付ける？もうソファー全般、ソファーのあったところ全部。と使ってないものとか。汗だくになるかな、痩せるかな。だ、掃除ダイエットだ。ミニマリストなれるかな。でも今日メイクポーチ捨てたし、大事にしてた。この調子で頑張ります。私の家も掃除させてあげましょうかって。全部捨てちゃうよ。そろそろ終わろうかな。じゃあもうちょっとしたらもう終わろうかな。19時。今日昼ご飯食べたん遅かったからお腹空かんかなと思ったけどさ、もう空いてきた。昼ご飯をさ3時頃食べたんですよ。2時半か。髪の毛がめっちゃ多く見えます。羨ましいって。若いんで。こんばんは。じゃあ終わろうかな。明日お話し会よろしくお願いします。忘れないでね。何時からだっけな。4時半。
16時半。忘れないでよ。寝てました。ダメだよ。中地さんハートありがとうございます。そう、明日七夕だからね、彦様として来てくださいよ。忘れちゃダメだよ。では段順読みます。13位、宗博さん。12位、春さん。11位、てるあきさん。10位、ミニマロンさん。9位、エレメンツさん。8位、ゆうたパパさん。7位、まえちゃん。6位、理化学研究所さん。5位、みきやくん。4位、やするぱんさん。3位、はっとりさん。2位、タイピーエンさん。1位、うどむさん。ありがとうございました。彦様、彦様、よろしくね。大掃除会します。今一番汚い状態、部屋が。大掃除前の荷物を全部とりあえず床に出したみたいな状態です。だからどんよりです。これが全部片付いたら気持ちもハッピーになれる。ハッピーハッピーハッピー。どよんどよんしてたエブリデイ。ほいほい、捨てていいですよって何を。ほい、プレゼントは捨ててないよ。片付けてるの。片付け、なんかもらってドーンって置いてたりするから、それを片付けてる。あるべき場所に、あるべき場所に。ということで、お休み早いけど夜ご飯食べてね。またね。